つ大きなお知らせがあります。動画のねコメントでもたくさんいただいてた、コームを引っ付ける指輪はどこに売ってるんですかっていうね質問がねいつも動画にたくさん来てるんですけど、その指輪がとうとう出来上がったんでちょっとご紹介したいと思います。こちらになります。ここにね磁石がついてて、でこのコームにですね専用のクリップを引っ付けてるんですけど、これが指輪にカチッとねひっつく商品になってます。これねとうとう商品化できて今販売開始しました。興味のある方はですね概要欄に買えるサイトの URL を貼っときますんで、ぜひねそちらから覗いていただいて使ってみたいなっていう方はねぜひ購入してみてください。はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。本日のモデルがこちら、桃花さん。前回来て2ヶ月ちょっと経ってるんですけど、なんか伸ばしていくって言ってるんで、サイドはね、まあ、ちょっと切れてるのもありますね。でペラペラになっちゃってるんで、サイドはもうねほとんど整えるぐらい、毛先ちょこっと切るぐらいにして、襟足のボリュームがこうボコッと出てくるんで、このトップの長さはあんまり変えないですけど、襟足のね厚みだけ伸ばしていくのにすぐ重たくなるんで、この厚みだけねちょっと綺麗に収めていこうかなと思ってます。早速いきましょう。伸ばすんよね一応伸ばすんやな。どこまで伸ばすの？何も考えてない。あ、そうな。とりあえず伸ばすね。とりあえず伸ばしてみようかな。長さはあんま変えんと厚みだけ取ろうかな。前髪は長さはキープで。
はい、本日の仕上がりがこちら、まあ、伸ばしていくってことだったんでね、サイドは今日はもう長さはほとんど変えてないです。でアウトラインもほとんど切ってないんですけど、襟足に溜まってたボリューム感は中の方だけね少し短く切って、ここに厚みが出ないようにしました。伸ばしていくんでね、このトップの方も今日は長さほとんど切ってないです。毛量調節とアンダーセクションのね
ディスコネクションで切ったところだけこの襟足のね厚みが出ないように今日は切ってあります。まあこれでね伸ばしてっても当分はね襟足の厚みがこう急に重くなることはないんじゃないのかなと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。モデルさん随時募集してますんで概要欄からぜひ応募してきてください。また次回。